見てよ、すんごいのが釣れたよ。キルはいないの？ふん、あー、お腹減った。ミトさん、昼ご飯まだ？ねえ、ミトさん、ミトさん。あれ、なんだろう、勝手に電源が入ったみたいだけど。あ、メールだ。誰からだろう。私をここから助け出してくれ、エッシャーと主人。おい、ゴン、どこだよ。ちょっと話があるんだよ。あ、ゴン。あ、いたいた。あ、キルは何か用？いや、そのさ、お前こそ何やってんだ？ほら見てよ、俺にメールが来たみたいなんだ。お前に？なんだよそれ、そんなに意外なの？いや、そういうわけじゃないんだけどよ。で、誰からだ？それがよくわからないんだ。エッシャー島主人としか書いてないんだよ。へえ、エッシャー島主人ね。俺に助け出してくれって頼んでるみたいなんだけど、キルはどう思う？そうな。こんなんじゃ俺にもわかんねえよ。このエッシャー島ってどこにあるんだろう？そんなのすぐわかるさ。ほら、ここをこうして。おぉ、簡単なんだね。なるほど、ここをこうか。あれ？違うよ。全然わかってねえな。ここはこうだろ？あ、出た出た。毛栗島にある島らしいね。クジラ島からなら船で3時間ってとこか。近いな。で、どうすんだ？うん、今から行ってみるよ俺。キルアはどうする？ねえ、キルア。しゃあないな。付き合ってやるか。よーし。ゴン、キルア、ちょっとどこ行くの二人とも。あ、ミトさん、俺たち出かけてくる。あらあら、せっかくお昼を作ろうと思ってたのに。ごめんね。すぐ帰ってくるからさ。晩ご飯までには帰ってくるのよ。はーい。着いたぜ。ここが毛栗島だ。ずいぶん早かったね。あっという間だ。ま、それはいいとして。で、そのエッシャー島ってのはどこにあるんだ？あれじゃないかな。ほら。あれってどこだよ。見えないの？おかしいな。ほら、あれだよ。だからどれだよ。あれはあれだよ。そのあれってのはどれだよ。あれはあれだってば。あれ、あれ、あれ。ああ、あれね。やっと見えるようになったよ。いやー、それにしても今にもぶっ倒れそうだな。立ってるのが不思議なくらいだね。本当にあれがエッシャー島なのか？でも他には建物なんか一個もないよ。なんだか俺気が進まなくなってきた。ここまで来たんだから行ってみようよ。まあいいけどさ。それにしてもあんな寂しい場所に住んでるなんてどんな人なんだろう。会ってみりゃわかるよ。さ、行こうぜ。うわぁ、近くで見たらもっとボロっちいな。ずいぶん変な作りの建物だね。柱があちこちねじれてるよ。あの右の柱がこう登ってここでねじれて、そこのところでこっちの屋根につながって、いるようでいて実はあっちの柱とつながってるから、つまりこの壁は本当は裏側の柱と一緒なわけで、だからその柱が、ああ、もうよくわかんないや。こんなんで本当に人が住めんのか？でも見て、キルア。てっぺんのところに部屋が一つだけある。後の壁には一つも窓がない。ああ、一応時計塔みたいだな、これ。屋根のところに文字盤がある。ずいぶん古いのかな。時計の針も文字も読めないよ。とにかく、入ってみようぜ。うん。よーし。ちょっと乱暴だよ、いきなりだな。普通に入ろうよ、普通に。普通ってどんな風に？ノックすりゃいいじゃんか。ほら、こういう風に。毎度どうも、ハンターです。キルアはまだハンターじゃないでしょ。お前の紹介してやってんだよ。何事も宣伝が大事だからな。もういいから、キルアは引っ込んでてよ。はいはい。
すいません、ご主人に会いたいんですけど。返事がないな。すみません、誰かいませんか。どうぞって言ってるみたいだね。ふん、面白い、言ってやろうじゃないか。うわ、外もややこしかったけど中はもっとわけわかんないね。おいゴン、お前何壁に立ってんだよ。キルアこそ、そこ天井じゃない？どうして落ちないの？バカ言え、俺はちゃんと床に立ってるぜ。もう頭痛い建物だな。それによ、ひどい埃だ。ちゃんと掃除しろよな。キルア、見てよ。そこに足跡が残ってる。どれどれ？ほら、これだよ。ああ、これか。一人だけ男の足だな。身長はかなり高い。あの螺旋階段に続いてる。多分てっぺんの部屋に行ったんだ。登ってみるか。もちろん。うわ、どうしたの？なんでもねえよ。階段を一段踏み抜いただけだ。もうびっくりしたよ、天井に落ちてくんだもん。ほんとわけわかんねえよな、この音。止まれゴン、なんか聞こえないか？うん、魔獣のうなり声みたいだ。油断すんなよ、ゴン。キルアもね。てっぺんに着いたよ。声はこの部屋から聞こえる。じゃあ、入ろうか。うん、って、待てよ、ゴン。迂闊に踏み込んだらやばいだろ。そうかな？さっきからどうも怪しいぜ、この塔は。向こうに何が待ち伏せてるかわからねえぞ。よし、鍵はかかってないみてえだ。で、どうするの？俺が合図したら同時に飛び込むんだ。絶対に油断すんなよ。いいな。いいけど、あれ？行くぜ。1、この匂いは。3! なんだよ、打ち合わせ通りにやれよ。だってさ、ほら。ありゃ？やっぱり、レオリオ！ちくしょう、レオリオだったのかよ。俺だけ緊張してバカみてえじゃねえか。おい、起きろよ！おい！何者だ？に気配を悟らせねえとは凄腕の殺し屋か。面白いじゃねえか。さあどっからでもかかってこい。寝ぼけてんじゃねえよ、まったく。レオリオ、俺だよ。な、あ、ゴン、キルアじゃねえか。ククルーマウンテンで別れて以来だな。元気だったか？二人とも全然背が伸びてねえな。のんきなこと言いやがって。それにしてもすっごいいびきだったね。あれ聞こえたか？いやー、ついうとうと居眠りしまったな。居眠り？あれが居眠り？それよりお前らどうしてここにいるんだ？そういうお前こそどうしてここに。クラッカー、いつの間に。たった今だ。久しぶりだな、みんな。4人揃うなんてすっごい偶然だな。なんか嬉しいね。だからそんなのんきなこと言ってる場合じゃないだろう。キルアの言う通りだ。レオリオ、お前はどうしてここに？え？こんな女の子もいない寂しい島に観光に来るわけねえだろ。仕事さ。仕事って？もちろんハンターの仕事さ。俺のとこにメールが届いてな。それでこの塔にやってきたんだ。医者の勉強はどうしたのさ。まあ、たまには息抜きもしねえとな。息抜きって、お前何ハンターなんだ？え、そりゃお前ハンターだ。なんだって？で、レオリオ、お前に送られてきたメールの内容というのは？なんで教えなくちゃいけねえんだよ。いいから、さあ、早く話せ。ちょっと待てよ。確かメモが、ああ、これだ。読むぜ。私の宝を守ってくれ。エッシャー島主人。まさか！まさかってどういうことだよ。俺のところにもその、エッシャー島の主人からメールが来たんだ。へえ、宝を守ってくれってか？それが違うんだ。俺のところに来たのは、私をここから助け出してくれって内容だった。え？どういう意味だそれ。俺に聞かれたってわかんないよ。わからないなんてちょっと無責任じゃねえか。お前の仕事だろ。そうかな、俺のせいかな。別にゴンに責任があるわけじゃないだろ。ゴンを混乱させるなよ、頭悪いんだからさ。バカ扱いするなよ。そうだな、俺が悪かったよゴン。納得するなよ。話がまとまったところでだ。まとめるなよ。そういやクラピカ、お前はなんでここに？うん、それなんだが、私のところにも同じようにメールが届いたんだ。エッシャー島の主人と名乗る人物から。内容は？宝を守ってくれか。ここから出してくれ？いや、両方とも違う。私のところに来た文面は、
私の命を救ってくれ。エッシャー島主人だった。なんだって？どうして三人とも違うの？なんで？わからなくなってきたぞ。俺には宝を守れ、ゴンにはここから助け出してくれ、クラピカには命を助けてくれが、一体このエッシャー島の主人ってやつは俺たちに何を頼みたいんだ？ただのいたずらかもな。それにしては手が込んでねえか？けどなんか不思議だ。何がだ、ゴン？どうして呼び出されたのが俺たち三人なんだろう？三人じゃない、四人さ。え？それはどういう意味だ、キルア？実は俺のところにもメールが届いたんだ。そうなの？その内容は？まさか。そう、俺のも三人と違う。俺へのメールは、私を殺してくれ、エッシャー島主人だった。なんだって？キルア、なんで今まで黙ってたのさ？だってさ、俺はもう殺しはしたくねえから、最初はこのメールも無視しようと思ったんだ。いや、それはわかるぜ。だけどよ。だけど、ゴンにもメールが届いてるってわかっただろ。だから。だから、ゴンを一人で行かせるわけにもいかないし、成り行きで言いそびれたままこの塔に来てしまった。というわけだな。さすがクラピカだな。その通り。それにしても水臭いよな。悪かったって。しかし、これで事態はますます混乱してきたな。わからねえ。全く全然さっぱり徹底的に完璧に俺にはわからねえ。このエッシャー島の主人ってのは一体俺たちに何を頼みたいんだ。きっとものすごく困っていたんだね。だから何を？混乱して何を困ってるのか自分でもわからなくなっちゃうくらいものすごく困っていたんだよ。ゴン、お前ってやつは。不毛な会話はやめて状況を整理しよう。まずこのエッシャー島主人というのは一体どういう人物なんだろうか。決まってるじゃん、この塔の持ち主だよ。いや、それはもちろんそうなんだが、ゴン、私の言いたいのはだな。ゴン、お前ってやつは。例えば、塔の主人は今どこにいるのかってことだろ。うん。ではまずそこから考えてみよう。最初にこの塔に着いたのは、レオリオ、お前だったな。なあ、だが俺が着いた時には誰もいなかったぜ。今もこの部屋には俺たち以外の人の気配は感じられない。ああ。え？というより、塔全体に人のいる様子はない。ああ。ね、それにこの島全体に生き物の気配がないよね。ああ。え、俺は時々お前らについていけなくなるぜ。確かにこの塔の内部には誰もいないように感じられる。ただし。ただし、なんだ。ただし、我々にも気づかれないくらい巧妙に隠れていない限りはだ。はっは、読めたぜ。どこかに隠れて俺たちの様子を伺ってるってわけだな。趣味の悪い野郎だぜ。俺たちはこんなところまで呼び出しておいてよ。なんだか腹が立ってきたぞ。おい、いるんなら出てきやがれ。窓が閉まった。いきなりどうなってんだ。扉はどうなってる。ダメだ、開かないよ。鍵もかかってないのに。どけ、ゴン、俺が壊す。てて嘘でしょ、壊れないの。窓はどうだ、キルア。ダメだ、びくともしない。つまり我々はこの部屋に閉じ込められたというわけか。そんなに暗い顔しないで、にーって笑って幸せつかもうよ。大丈夫だよ、お前ならできるって。元気出せよ、俺がついてる。何落ち込んでんだよ、しっかりしろや。しょうがねえ、俺と遊ぶか。ほら、いつまでもくよくよしないの。気晴らしに遊んでらっしゃい。苦難や悲しみ、人は誰でもそれらと向かい合わなくてはならない時がある。しかしそれを乗り越えた時、そこには希望がある。さあ、前を向いて行こう。そんなに悩んでどうするの。君かわいいね。いきなり勝手に次回予告再放送。
俺たち花見に行くことになったんだ。あんまり気乗りしないけどな。何言ってんのさ、キルは。みんなでお弁当持って行こうよ。きっと楽しいから。おにぎりにお寿司、卵焼きにタコさんウインナーに、それから、食事ならどこでもできるじゃん。そうじゃないんだよ、わかんないかな。あのね、レオリオたちなんか前の日から徹夜で場所取りしてくるって張り切ってたよ。ん？クラピカもね、ベストポジションを私の命に変えても確保してみせるとか言ってたよ。命がけか、なんだか面白そうだな。そうそう、次回ハンターハンター、桜乱入一生瓶、絶対に見てね。俺は医者になるぜという夢をついに叶えたレオリオ。地元に病院を開業する。医者として充実した毎日を送っていたレオリオだったが、ある日突然近くに新しく病院ができることになった。驚くべきことに、そこで働いてる医者はまだ子供らしい。次の方どうぞ。しかもなんと手術にメスを使わない。シャキン。そんな噂が街で持ちきりになり、レオリオの病院に来る客は日に日に減っていく一方、レオリオ大ピンチ。商売敵に負けたくないレオリオに起死回生の策はあるのか。ハンターハンター医者への道編第4989話、キルアの手はよく切れる、絶対見てね。あ、ごめん、動脈切っちゃった。さて、来週のハンターハンターは。ゴンです。いろんなところに春が来てますね。公園に行くと花が咲き乱れ、とても綺麗です。あ、そうそう、レオリオの頭にも春が来てしまい、もう大変です。さて次回はキルアの殺人講座、ゴン、レオリオの足の匂いでノックアウト、トンパにズラ疑惑の3本です。ああ、来週もまた見てくださいね。大変、永久首のドラキュラルダンが全世界のニンニクを滅ぼすべく動き出したんだ。よし、俺たちで捕まえるぞって。なんて卑劣な奴らなんだ、この私からニンニクを奪おうだなんて。少なくともニンニクだけは命に変えても守ってみせる。目が赤いよクラピカ。意外だな。何を言う、ブラックリストハンターとしてニンニクを守るのは当然のこと。それにニンニクの香ばしさといったら、ああ、もう口に含むとニンニクの香りがブワー。はいはい、わかったわかった。とにかく旅団は必ずこの私が捕らえてみせる。というわけで次回ハンターハンター第99話、儚い口臭ニンニク命、胸焼けに注意。ペペロンチーノ。